はいどうも、女性保管計画の最近ったレコードです。はい。前回からの続きです。はい。ええっと、最近ったレコード。シングル版ですけどね、バングルス。バングルスはなんで好きかというと、やっぱり、まあ女の子ロックバンド。まあ女の子ロックバンド全部好きなんですよ。もう、ガールズバンドっていうだけで、ね、自分は大好きなんで、もう OK。完全。 いいね。<laughs> で、あの、めっちゃ、もう、女性、ガールズロックバンドね、めちゃくちゃ好きなんで。で、まあ、ゴーゴーズとかね、ランナワイズとかね、バングラス、当たり前ですけどね、大好きなんで、買っちゃいました。大ファンです。で、やっぱ、誰が好きかっていうとね、ああね、やっぱ、自分は、まあ、スザンナ・ホーフともね、いいですね、ユタヤ人でね、声とかね、可愛いらしい。声が可愛いからね、プリンスから認められて大 特曲をもらって大ヒット曲になったみたいなね、感じなんですけど、自分はビッキーですね。ビッキーの何がいいかというと、やっぱロック姉ちゃん的な、下手くそなロック姉ちゃん的なところと、なんか意外と気違いみたいなギターと、あとはあれが好きですね。あの、女性ホルモン少なそうなところ、おっちゃんみたいな感じなんですよね。 なんかね、男の子みたい。なんか中性的なんですよね。で、特に、年を取って最近ね、もう、男か分かんない、女か分からないような感じになっててね。ビッキー、このね、ギタリストの方、兄弟のね、ドラムと、おね、お姉ちゃんなのかなあの、ドラムの方がね、あの、割と女性ホルモンはまだ残ってるみたいな感じなんですけど、ビッキーのね、あの、なんていうのかなすごいですね。あと、あの、マイケルもの好きですね。ミハイルかなあの、女性のベースね。 いや最近ないですけどね。顔が好きですね。はい。でやっぱバングラスというとね、やっぱりね、本当はロックバンドというか、フォークロックバンドみたいなことをやりたかったんだけれども、ヒット曲というのは完全にあの、ウォークライカーエジプシャンっていうのなんか <laughs>、まあ、コンピューターポップの大ヒット曲を作ったってあれが一番の最高傑作っていうところが結構、 面白いというか、あの、ポップバンドって結構あるじゃないですか。例えば、ヤードバーズというと、最大のヒット曲って言ったら、あの、フォイアラブ、フォ、フォイアラーってね、フォイアラーって音程取れてないんですけど、あの、フォイアラブとかになると思うんですけど、あれ別にヤードバーズの演奏かってと、ギター全然、リードギターとか別にあの、三大ギタリストがいて、あの、フォイアラブはジェフ・ベックの時代だと思うんですけど、ギター目立ってないし、 どっちかっていうと、あの、ハープシュコード、ハープシコードブライアン・オーガーが多分弾いてたと思うんですけど、それが目立ってて、なんだけど、ヤードバン相対的に見ると多分一番有名な曲みたいだね。だから、バンドっていうのは意外とその売れた理由っていうのと、本当にバンドがやりたい。 音楽っていうのが全くミスマッチしているっていうところで、あの、ブレイクしてるみたいなことが結構あるみたいなね。あの、ヤードバーストバングルズとかをね、比較す、あの、がそういうのをね、すごい、あの、なんていうのが、如実にね、占めてんじゃないかと思っています。あと、ビッキーが好きなのは、ビッキーがあの、シャロットキャフェーが、あの、ゴーゴース、3級を取ってた時に、ゴーゴースのギタリストの穴を埋めていたっていうね、ああいうなんか、 ミュージシャンシップというか、ミュージシャン間の、女性ミュージシャン間の友情みたいなね、ロサンゼルス、アメリカのね、そういうなんか風景が、あの、伝わってきて、本当に好きなミュージシャンなんです。はい。これもね、すごい安く手に入りましたね、ゴユーロ多分日本で結構全部集めてたから、 記憶はあるんですけど、っていうかもう、うん、ドイツに来てからも CD とか買ったことあるなぁ、まあ。ゴンザレスってすごいいいバンドなんですよね。あの、UK のソウルバンド、UK ファンク、70年代のファン、あれで、えー、っと、リンダ・テイラーっていうね、あんまり有名じゃない、えー、っと、女性シンガーがメインボーバッカルなんですけど、有名どころでは、あの、クリス・マーサー、まあ、グリスバンド、系統から、うん、ブライアン・フェリーバンドとかもね、 バックを務めたクリス・マーサーとかがねその人がいることとかで有名だったりするんですけどまああのとてもねあのディスコ UK ならではのディスコみたいなね雰囲気のあるねいいあれです、えー、メンバーで言うとゴードンハンテゴードンハンテっていうののギター何回やってたけどちょっと思い出せない、うん、この辺りはそんなに有名なミュージシャンマーティン・ドローバーがいますね、うん、でロン・カーシー ここら辺が、ミック・イーブ、うん、ここら辺がだから本体、クリス・マーさんもいますしね、バッド・ビートルとか、うん、UK のあ、スティーブ・グレゴリーとかね、UK の,あの本、セクションといえばというような人たちがね、一気に集まっていてね、そこら辺があの結構売りというか、あい,い,いいバンドです、うん。あんまりニューウェーブとかね、聞かないですけどね、これね、このベーシスト、女性ベーシストですよね、ベーシストだったよな、多分。 間違ってたらごめんなさい、うん、このかっこいいなっていうね、それだけで、日本にいた時も買ったんで、どんな内容だったかなって、もう一回聞き直そうと思って買ったんですけどね、むっちゃバンキャルドって <laughs> このタイトルと全然違うやろみたいなね、このジャズ、ファンク、グルー、いやー、むっちゃ実験的でね、うん、まあ、その時代、ニューウェーブとか結構、X、実験音楽のね、 あれがあって、まあ、それはそれでいいのかもしれないですけど、ね、ちょっと辛いですね。な長時間聞けない <laughs> ?3 分聞いたら飽きるみたいなね。すいません,、うん。で、マーシャハント。マーシャハントもね、あの, U K の、UK の、UK で出たあ、UK ならではの音を持った、あの、ファンク。ファンクというかソウルのね、人でね。これもね、結構ね、あのー、かっこいいです。 誰が参加していたかはちょっとよくわからないんですけれども、一時期そう、そういえばあの、ミック・ジャガーと付き合ってったとかっていうような噂が流れたことが多分あったんじゃないかなと思うんですね。これもね、UK ならでもそう、あの、例えるとしたらなんだろう、ロゼッタ・ハイタワーだとか、リンダ・ルイスとかね、あそこら辺の音の感じっていうのがあってね、好きなんですね。UK ファンクっていいですね。UK ソウルっていうか。 はい、でアレ,スアレクシスコーナーこれは結構高かった35ユーロぐらいだったけどまああんまり見かけないっていうのとねアレクシスコーナーは基本的にあの時代の辺りあの60年代から70年代の辺りのは、まあ、買って損はしないなと思っているのがあるんでね買ったんですけどね面白いところで言うとクリス・マクレガーがピアノっていうねこのアフリカのねアフロジャズ。 で、結構、いい、あの、自分、アフラ、アフリカのね、その、ジャズっていうのもめっちゃ好きなんで、あの、イギリスに、その、60年代末から70年代、頭にかけて、結構なね、人が、あの、渡米し、渡米してくるというか、まあ、イギリスの音楽産業から、こう、発見されて、デビューするみたいなね。例えば、ドゥドゥ、プクワナですとか、このクリス・マクレガーとかもそうですし、ベーシストで言うと、ハリー・ミラーとかね。 これの、あのー、南アフリカ出身のミュージシャンたちっていうね、うん、いうのが結構ね、あの、あれなんですけど、これも入ってるんですね。クリス・マクレーガーがね、マ、ま、マグレーガー、マグレーガーか、マグレーガー。クリス・マグレーガーはね、このピアノがいいです。むっちゃいいです。それがベースが、あの、コリン・ホジキンソンがね、あのー、えー、っと、なんだ、バックドアか、バックドアのね、あの、超絶技巧ベーシスト。 コリン・ホジキンソンがね、アレックス・コーナーと、なんか、あのー、タッグを組み始めた。多分じ、その初めぐらいだと思うんですけどね。70年代録音ですからね、1970年代、71年か、録音なんでね。まあ、あの、これも結構良かったです。良かったし、あれ、うん、数曲、あの、アレックス・コーナーのブートレッグヒム、あのー、ロジャーディーンの、 じゃあ、えー、イラストがついてて、結構あの、うん、アレックスコーナー、一枚だけ買うとしたら、あれだよね、みたいなね、あの、ブートレックヒムって、あの、二枚組の、あそこに入ってた曲で、 なんかいいなぁと思ったのがね、入ってました。ここからの、出てね、まあいい、まあいいアルバムじゃないでしょうか。意外と。はい。まあ GoGo ズね、えっと、もちろん CD とかね、Apple Music とかではめちゃくちゃもう、うん、もうヘビーローテーションなんですけど、LP でドイツで買ったことがないなと。日本ではもちろん全部買ってたんですけど、えっと、買ったことないなって言うんでね、安かったので買っちゃいました。夏ですしね。バケーションね。バケーション実はね、 あの、キャシー・バレンタインの曲で、もともと、オリジナルはあの、カーラ・オルソンと言ったね、テクストーンズのね、曲で、もっとロッキー、ロックなバージョンっていうのがあるんですよね。で、それを結構シャーロット・キャフェとジェーン・ウィードリンがポップに味付けしてアレンジしてるっていうところが、このバケーションのね、あの、バケーションってあの、名曲の、醍醐味っていうかね、聴き比べすると面白いですよ。 えっと、ブライアンフェリー。これも安かったん、ね、で、3ユーロぐらいだったね。まあ、い買いたいの、ブライアンフェリーで一番好きなんですよ、これが。もう、まず何が面白いかというと、うコンセプトがマルセル・ディシャンのベールを脱がされた花嫁さえも。The Bright Stripped Bear ってね、あの、え、大ガラスと言われているね、絵ですよね。東京大学の教養学部のなんかね、右側の方になんかレプリカが置いてある。 昔置いてあったけど今どうだったかわかんないけど。あれが、あのね、あのー、マルセリシャンのあれをテーマにしてるんですよね。だから曲目とかもね、よくよく見ていくとね、それを、あの、なんていうのかな、あれってすごい面白くて、要するに、現代、何、人類が進化を遂げていくと、フェチズムっていうのが加速して、 男はマスターベーションだけ繰り返している、G、自創、自機会になり果てて、あの、なんていうのまあ、え、エロいけども、あの、花嫁の服装にフェチズムとしてドピューしているみたいな絵っていう、まあ、一言で言うと僕はそういうことじゃないかと、多分、当の吉明さんでしたっけ当の本命さん、とね。マルセージシャンとかでもそういうことが、実は、詰まるところそういうこと。 単純に語られてるんじゃないかと思ってるんですけど、で実際時代もそうや、そういう風にバーチャルセックスだとか、えー、少子化とか、そういう風に進みつつあると思っているんですけれども、えー、まあ、LGBTQ もその一環じゃないかと、自分はね、まぁ、あ、適当な分析で間違ってたらすみませんけども、えー、で、そういう意味でね、すごい、うん、マルセディシャンとブライアン・フェリーっていうね、あのー、二人の天才がね、 実はここでね、そういうテーマをね、やってるみたいな。で、音楽的にもこの最高なのがやっぱね、あの、自分何回も言ってますけど、あの、グリースバンドですね。グリースバンドのニール・ハバードと、えー、アラン・スペナーっていうのがね、ものすごい重要な位置で参加しているのに加えて、そこに、えっと、ワリー・ワクテルとかね、リック・マロッタっていう、こう、あの,の、ロサンゼルスあの、なんだ。 リンダロンシュタとバンドとかをね、勤めていたアメリカ組とグリースバンドと、でピアノがアンオデルとかキーボードとか、もうちょっと自分大好きなミュージシャン集まりすぎじゃねえみたいなね、素晴らしいセットなんでね、あの、ブランフェリーで1枚ソロ聴いてみたいなと思ったらこれをね、買ってください。う絶対いいっす。はい。えー、それからルビーターナ、ちょうど、あれですね、あの、ロキシュミュージックとかでもね、あの、 バックグラウンドコーラスをね、務めてたあのアバロンとかの時期でね、ルビー・ターナーって。まあソロでもデビューしてまして、これはソロで、まだちょっと聞いてないんですけどね、楽しみです。どんな内容かね。うん、UK のね、このソウル系というか黒人系のシンガーって、自分すごい大好きですね。あのまあさっきも言いましたけど、マーシャハントにしろ、えー、ロゼット・ハイエータワーにしろ、リンダ・ルイスにしろね、もう大好きなんです。で、これ3枚ね、 まあ自分、これも好きなんで、まあでも10ユーロ代で全部揃うんで買っちゃいました、一気にね。まあこれも愛嬌版、もうずっと長い間愛嬌版で、えー、まあ、アップルミュージックとかでね、結構流してるんですけど、アストン、ガードナー、アンダイク。この3人は、まあ、アストン、トニアストンの才能がすごいんだろうなぁ。で、キム・ガードナーが意外と自分好きなんですよね、あの、ジェフ・ベックグループにも。 一時期在籍してたりとか、あとバージャーとかね、バジャーとかでベース、キムガードが弾いてますけどね。この3人、あまあ、だから、このアストンガードナータイク、まあ、リッパープル系のミュージシャンとしてね、評価されることもありますけれども、まあ、ジャズ、なんていうの、プロレッシブジャズで、ジャズでも、なんかフュージョンに走るんじゃなくて、スタンダードジャズの、 とか、なんていうのかな、ブリティッシュで言うと、スキフル自体のなんか持ってるんですよね。かちょっと特殊なんでね。あの、ものすごいいいバンド。うん。はい。えっと、コーギス。コーギスですね。えっと、スタックリッチっていうね、ものすごいいいバンドあるんですけども、あそこのね、人が、 アンディ・デイビスがね、いてね、どんなサウンドなんかなって、確か MTV 時代にね、なんか見てたことがあるんですけどね、ちょっと思い出したくてね、買いました。スタックリッチがめっちゃ好きなんでね。同じような感じですけど、ブリティッシュならではっていうことで、この、えっと、フォックスがね、安くね、2枚買えたんで買いました。フォックスはね、ヌーシャフォックスっていうね、声がむっちゃね、なんていうのかな。今の時代に結構合うんじゃないのかななんかエレクトリックボイスっていうかね、 っちゃ不思議な声をしたヌーシャーがね。まあ、あれなんですけど、基本的にはケニー・ヤングと,、えー、とハービー・アームストロングっていうね、シンガーソングライターチーム。あの、ソウルの渚のボードウェイかとか,、ね、とかの作曲者ですよね。なんでイギリスでそんなソウルヒット曲書いてる人がいるんだみたいな謎の二人なんですけども、そのソングライターチームが作っていた、まあ、ポップバンド。めちゃくちゃいいバンド。で、ジム・ギャノンとかね、ゲイリテー・テイラーとかいますね。あの、その、あ、ピーター・ソーレイとかね、ピーター・ソーレイ。 その後ね、結構、出世するというか、あの、準、セッションミュージシャンで有名になっていく人っていうのはいた。素晴らしいバンド。はい。これもね、探してて、やっと見つく、まあ、オリジナルジャケットじゃないんですけど、アンディ・フェア・バイザローってやっぱ、いいね。エリック・クラプトンのアンプラグドで、もう一人なんかアコースティックギターを弾いてるな、気のいいおっちゃんがいるなっていうのと、あとあの、三大ギタリストが共演した、えー、あのロニー・レーン・アームズ・コンサートでね。 出てきてなんかよ,よいどれのようにピエロのようなおっさんが出てくるなみたいなね、おっさんですけど、あの、ソロいいっすよね。あの、普通に A 面コーナーとかもいいし、フェアウェザーローはまだ聞いたことないんですけど、A 面コーナーも最近聞き始めたんですけど、もともとファンで彼のね、あの、グリスバンドのメンツ、これとかめっちゃいいっすね。あの、ヘンリーマヘンリーマクロックがギター弾いてて、ミック・ウィーバーがキーボードで、ベえー ベースがクリス・チュワードがやったと思うけどね。あの、ものすごい、あの、いいメンバーが集まっているんでねあ。これ超名番。めちゃくちゃいいです。一回、ちゃんとね、紹介したいですね。デビット・カバーデール。これもね、二枚目。一枚目二枚目が好きなんですよ。あの、ホワイト・スネークを結成する。 寸前って彼の実は才能、その後地味、カバーでいるページとかで見られるような、彼ってなんかハードロックだけっていうんじゃなくて結構スウォンブだとかアメリカ南部のテイストみたいなんっていうのを結構強い句持ってる人じゃないのかなって自分は思っていて、まあその才能が出ているっていうのと、まあ、えー、っと、これはベースがアラン・スペンのアグリスバンドの。うん。うん、で、ミック・ムーディかミック・ムーディがギターでね。まあミック・ムーディ、ミック・ムーディはその後、あれにも行っちゃうんだけど、 あの、ホワイトスネークにもね、えー、参加しちゃうんですけど、まあ、そのメンバーがいる。ティム・ヒンクレイもいましたよね。うん。えー、っていうメンバーがね、いてね、あの、名番だと思っています。<laughs> あ、結構買ったなはい。で、えー、ジェシー・エド・デビスとウルル。これ、ファーストがね、めっちゃ好きだったんでね。ファーストの1曲目のあの、ブルース・ローランド。これもなんか、 グリースバンドの人の話になっちゃいますけど、もう叩き出しのやる、いなたさっていうか、やる気のないビート。なのになんかこう、後から来るグルービーな感じっていうのがめっちゃ好きでね。あれと同じようなのが味わえるかなと思って買ったけど、いやー、ファーストの方がいいかな。まあこれもね、ちょっと着込んでみたら好きになるかもしれないですけどね。まあもうインディアンであるね、ギタリスト、ジェシー・エド・デイビスと。うん、素晴らしいギタリストだと思います。はい、以上。 最近買ったレコードでした。またね、やろうと思います。